本日は第14期麻雀グランプリマックスベスト16 A 卓の模様をお送りしています。実況は中田浩二、そして解説は藤島健次郎プロです。よろしくお願いします。さあ、対局室の準備ができているようです。第14期麻雀グランプリマックスベスト16 A 卓、立ち合い人今野慎太郎の合図で4回戦がスタートしました。まずは座り順の確認をしておきましょう。ちいちゃに浜野太陽、なんちゃに青木翔子、シャーちゃに中田かな、ペイちゃに広柴田の並び。当局ドラはローマンです。あ、すいません、今並びを間違えましたね。青木がちいちゃになっています。ちいちゃに青木、なんちゃに中田、シャーちゃに柴田、ペイちゃに浜野太陽の並びです。失礼しました。そうですね、テロップが間違えてましたね。今直ってます、はい。さあ、3回戦まで終わってリードを取っているのが浜野太陽、2番手に広柴田という並びになっています。まだ分かんないですね。分かんないですね。ただ青木さん踏ん張りどこですね。ちょっとトップの後ね、あの大きめのラス引いちゃったんで、ここは最低限浮きで終わりたいですね、この4回戦は。さあ、青木、この親番大事になってきそうです。柴田初を重ねました。これ嬉しい重なりですね。まあ、縦一本でしょうけど、チートイツなのかトイトイなのか、この後次第って感じですか。初が出ましたよ。ポンしない。柴田さんチートイツ、あ、テンパイだ。外しもあるけどね。ドラがローマン、チーマンにくっつける形を考えるかどうか。取カンサンマン、チーマンが1枚入れか。うん、思い切ってリーチもありましたか。ありますね。取るぐらいだったら、そうですよね。おお、9ピン重ねた。ちょっと変化が弱いですもんね。ウーマンを引いての両面か。3万は1枚残ってますから、ね。ああ、打たれた。シャンポン。これは取らずか。うん、ね、ここで取らず。3ピン抵抗もある。はい、3万、山に1枚でしたので、この変化はいい変化に見えます。やっぱり自由に打たれてます。これは選択二度け払いかな。ウソロソが良さそうだけど、石黒変化もあるから三層リアンソもある。ピンズに手かけることはなさそうです。まあ、上がりやすさでいった。まあこれはリードしてるからこうなりますよね。三色はいらないと。さあ、くっつきをどこに求めるか。想像にくっつきを求めるか。手含みなんで数万とか普通ですけど、これもありますね。打点を追ったってことですね。ドラ受けか、いい抵抗かですね。はい、ソード残してもインペイコは残るんですけど、それは不確定要素が多いのでってことでしょうね。浜田さん、これでチーテも取ると思わない。いやー、チーソーは痛い。痛すぎるな。リャンウッパーソー。スーマン。スーマンコ来た。スーマンコイシャンテン。急にスーマンコ来た。急に来ましたね。9ピンゼロ。ローピンもない。ただローピンが青木さんから打たれる可能性があって、ありますね。しかもそれは多分ポンなんですよね、はい、盤面的には。初はワンスルーしている牌、山に1枚残っています。ドラか、切るんじゃないかな。そして柴田さんのドラつもぎりにちょっと卓上だよね。そうですね、あれあれってなってます。あれれじゃあ先アンパイ打っとくかになってますか。来た、これで親番大きい。これで柴田さんの上がりも相当苦しくはなったかな。数チーピンでのリーチになりました。あ、でも数ピン結構いるね。いいリーチになったかもしれない。チーピンが1枚、数ピンが3枚いますか。合計4枚。おお、ワンチャンスね。四山のリーチになった親番置き。先輩だけど浜野さんね、唯一パーマンが通らなそうなところにパーマン残しちゃったんですよね。でサブローピンが薄い、どうするか。だパーマン一勝負手だったことね。ドラ一で役配あれば。さあ、浜野も追っかけたサブローピン、ローピンがない。いや、三ピンもない。順から。本当だ、順からだ。だってスッチピンはね、4山に4対0。4対0はさすがに4な気がします。これね、
わかるんだけどね、そうそうね、別にいい街じゃなくて後手だからね、役割だから、はい、まあ落ち着いてこれは、まあ、パーマン打つにしても闇点でよかったかなって気はするな、はい、ちょっと敗着になりかねない、そんな攻めになってしまうでしょうか。親番青木のスーチーピン山に4枚怖いリーチをかけてしまった浜野、うん、ここでやめがあるかな柴田さん、まあ、カッチューンから打って様子見もある、あ、じゃあまだ勝負する気だ、2人リーチですけどね、まだ戦うんですね柴田、スワンコを決めれば勝ちですからね、まあそうですね、確かに決まり手になるようなそんな手合いが入っている、これは無理だね、スーピンで遊ぶ2つは無理だからここでやめだけど、何を切ってやめる、急走ですか、一旦急走でチートイツのね粘りルートがある、まあスーマは親の方には通ってるからそれが有力かな、急走かな、短期だけ当たる可能性あるけど、さあ柴田ちょっと受けました、うわ嬉しいね、いやつも上がり、なんとかたどり着いた、面単品つも2600オール、ただここは浜の対応ほっとしたんじゃないでしょうか、宝珠にはならず、まあね、まあローピンもいないのはこっちにしか分かんないけど、まあね、はい、あそこにローピン2枚いたからだいぶ劣勢なめくり合いだってことは分かったから、あれですけど瞬順もあったんで、まあちょっと怖い感覚はあったようにも見えましたよね、うん、さあただここは青木がつも上がり4番手からの大きな大きなつも上がりになりましたね、反撃開始ですね、はい、さあここからか、まずまずか、うん、さ一つだけど、ただ整ってる長さ、中田いいですね、津田さんもチュン統一か、チュンもなければでしょうか、浜野さんはちょっと悪い、お高瀬の難が統一ぐらいですか、なあ中田が順調、三品急所になりそうですが山に2枚残っています、もう全員一桁になったんで、うわ大接戦なんですけども、ここからね一局一局がめちゃくちゃもういっぱいいっぱいの選択がめちゃくちゃ大事になってきます、これ6、7、8嬉しいチューピンですね、一つの上がりで通過するかどうかが決まってしまうような、うん、そんな展開になるのか、青木六七八がある、なんか三位三点、中田もゴロチの三色残している形、さあ場が重苦しくなっている、うん、ドラを引いた、来たよ来たよ来たよ、三色イーシャンテン、青木同級のイーシャンテン来た、あ浜野も急所だね、これはそうですね、でか馬はつもぎり、二度受けリャンパスを青木引けるか、柴田さんイーシャンテン倒す選択、うわーチートイスイーシャンテンになった、これは初で目いっぱいでしょう、メンツでもある、目いっぱいだ浜野、うーそうが来た、これは三面チャンでリーチ、ただ高め1枚、高めのパーソーが1枚、リャンパーソーでのリーチ、パーソー高め3色、こうみんな来づらいよねこれはね、柴田さんローソー大丈夫、パーソー大丈夫だよね、大丈夫なんですか柴田さんだから大丈夫だと思う、なるほど僕とかだったらいやいや遅早いからまあまあパーソーを勝負牌にしようみたいな、あ、中田さんテンパイだよ、ペン3品別に良くはないけど押す手はあるよね当然、
急所に見えたペン3ピン1枚残っている。ペン3ピン、さあ中田ペン3ピンのテンパイが入っています。ペン3ピン対リャンウッパソー、ローソー2枚来た。あれちょっと危ない、やっぱり。いや危ないんじゃないですかこれ。チュン、大丈夫だよ柴田さんだから。さすがの柴田ですね。大丈夫でしょ。ここはわー、嬉しい。なんなんで勝負ルート あるよこれ。リャンウッパサブローピンだもん。これは大勝負になりそう。うわあ中田ラスト1枚の3ピンをつまがった。出ました。これは千二千とはいえラリアット感あるな。ありますね。つもいい抵抗ドライチ。千二千は千百、二千百。痛すぎるでしょ青木さん。痛すぎる青木。だってこんなもらったと思うでしょ。いやあの三面茶もらったと思いますよね。なんなら高めで。いや中田のラリアットきた。これは大きな大きな千二千になりました。これ中田さんがローマを押さなかったら、はい、柴田さん9万打ちづらかったから、はい、もしかしたらパースを捉えるパターンがあったかもしれないですね。まあ、柴田さんだから多分大丈夫なんですけどでも危なかったですよね。まあ、安牌なかったんで、イーシャンテンキープのパースの打ちは、はい、一応あり得た。まあ、中田のローマンが、まあ、そういう意味で本当にこの展開を生んでいます、はい、自分の上がりにつながっていきました。さあ親番は中田に変わります。ほんの2局。いやもう誰が勝つか全然わかんない。全然わかんないですね。全然わかんない。全くわかんないけど今の上がりで中田さんが一応通過ポジション一旦浮上ですね。いや二次予選のあのイータク中田が勝ち上がりを決めたところなんですけど、はい、あれも本当にオーラスまでわけがわからないことになりましてすごい試合だったんですけど、ちょっとあれを彷彿とさせるようなこの四つどもえ。さあ青木がチューンをポンしていきます。ドラがない形ですが積極的に攻めていく。中田三面ちゃんができました。カンちゃん三面ちゃんイーシャンテン、青木さんは今2ロコール取れたんで、はい、浮きをなんとかこの4回戦守りきってね、最終戦にこうつなげたいですよね、はい、この点差であればもう十分戦えると、うん、あ中田がリーチ、カンパーマン先生リーチね、カンパーマンドラ1のリーチになりました。これも押せ押せでいくってことですね。そうですね。パーマンが山に1枚残っています、うん、1枚残っているのか1枚しか残っていないのか、うん、青木のローマンが入るとちょっとパーマン怪しくなるか。チーマン入った時にどうでしょうか。そうね、危ない人他にもいるよ。え？ここのパーマン結構危ないよ。危ない、ね、急走無筋だもんね。あ青木さん今ねゲームスできたから。あそうですね、だいぶ大丈夫だけど浜野さんのパーマンはマジで危ないですね。これね、これもドラマタギだから。ああ危ない。数万ね、イーマン通っててウーマン早いか。ん違う、ウーマン早くないな。そうですね、数万勝負ですか。なるほど、数万打ってチーマン行こうっていうことですね。通していくこれ数万打つってことはパーマン結構助かりますね、っていうことですね。チーマンを切りたいから数万を切ってるわけですもんね。あ違う、あ違う、もう結構やめだ。数万を勝負してやめみたいな感じですか。安牌がなかったと。折りだけど複数枚あるのに手かけたってことですね。さあこうなると、うん、できた、行きたくなってるかな。チーマン、いやワンチャンスの3万もあるけどね。イーソーでやめたんだから多分、あーでも3万いった、ちょっと不安定な押しですけど。あパーマン、パーマン、これでパーマンが山からなくなりますこうなると青木のパーマンも大丈夫そう柴田さんいいシャンテン、元イーシャンテンか。妄想現物、9万はワンチャンスにしたんだね。青木さんも守備だね。うわチーソー引いたよ。くっつきのイーシャンテン、イーシャンテンかなり広くなりました。役もタンヤオとイーペイコーでちょっと前に出たくなりますね。ね、中筋のローマン、ローマン、チーマンが通った、
あーそう、そう、スーアンコイーシャンテンだけどね、その上は全く通っていない、スーアンコイーシャンテンだけど今の通ったらオーマンね。これチーマンチーマンで手詰まると浜野さんのパワーマンやっぱ危ないわ。危ないですね。結局一周回って浜野のパワーマンか、柴田がローマンの連打になるので。だって6枚4枚見えちゃったね。あ、トンが、そうですね、そうか、増えないと危ないね。危ないですね。ローソーも持ってないもんね。危ない、低現物。まあ一旦チーマン打てるんだけど、その後ですよね、この次です。青木と柴田が受けているのでアンパイが増えません。あ、これ柴田さんローソー切るか、ローソーしか現物はないけど天敗なんだよね。パーソーノーチャンスのパーソーね。いやー詰まった、これは詰まった、これはパーマンになっちゃうな。ローマンが4枚見えですもんね。無理だねこれは、ないもんだって本当に。いやこれは厳しそうだ。浜野しのげるか、まあ、残球で良かったと思いましたけど、浜野ここでパーマンに手が伸びました。ここは中田の上がりになりました。リーチドラ1 3900。 いやー山からなくなった時にはちょっと中田上がり厳しいかと思いましたが、ここはハイの巡り合わせ、浜野からパーマンが打ち出されました。ローマンのノーチャンス。さあトンの2局、中田の親番連チャンです。ドラはローピン。さあローピンが1枚、中田、続いて柴田は悪くなさそうです。両面ターツが多数あります。続いて浜野はちょっと急所が多いか、ここはペンチーソーを払っていく。で青木は初が統一、初が出ますがスルー。やっぱペーチャーだとね怖くて動きづらいんだよな。自分が泣くと親に積も番が多く回ると、うん、まあそれもあるし、はい、親に対してのねやっぱり守備が効きづらくなるとかもあるけど、リードしてる時はねなおさらなんですよね。あ、青木この4回戦現状浮きに回っています。青木はちょっと4回戦浮かないと5回戦厳しいですもんね。そうですね、ここは何としても、 とても大事な4回戦だと思います、うん、この 5.7 ポイントをなんとか持ち帰らないと、はい、そうですねまあ2枚目出ましたね、うん、まあまあこれ2枚目なんで仕掛けていきました。奮い立たせて動きますか。ただ中瀬さんがいいシャンテン、さあ怖い親が来る。チュン重なったけど、ただ手配はまだ悪い。チュン、今切られたところ。お、ちゃんとできていいシャンテン。これは嬉しいね。嬉しいですね。うわ、ドラドラに、あー、残さない。怖。怖いですね。もう怖い。チュン重さんは、先打ち考えてるのかな。難しい配置ですね。うん。まあ、現物、親の現物だからちょっと残しやすいか、ドラのローピンはね。さあ親番中田イーシャンテン、ドラのローピンもすでに切っています。周りから怖く見えそう。これも両相と数万の安全度。ウーピン、ウーピンした。もうちょっと上がりはあまり考えてないですか。ドラの受け入れを拒否するようなウーピーになりました。柴田さんこれでいいシャンテン、なんだろうね、あんまり行く気はないと思うんだけど、はい、青木さんに対する守備もあるかもしれない。あ、うん、青木に泣かれたくないと、数万数万
9番カムピンシャンテン老僧が入って一歩前進ですが旬出たポンですね。あポンしていったポンでレアンソから打ちそう上がり安さの方を優先しているのか浜野いいシャンテン中田ずっといいシャンテン連想のポンはしなかったですね中田さんね。あ、うん、そうですね単葉の肩上がりになりますがテンパイ取ることができました。まあ数万がね3枚打たれちゃったとか。うおー来たカウンピー出たこれ手応えあるな。さあ柴田のリーチになりました。町は6球満ドラ1のリーチ。このゲームズの9ピン使って様子見ですね。その9万ってちょっと危ない。そんなことない。筋の1万2万もある。これやめかな。イースマンが薄くなったことでやめだ。あでも打った。なんでだ6球満山に3枚残っています。ローマン1枚9万が2枚。ほらこれはブレーキでしょう。さすがにさすがにドラ1枚切ってるのがちょっと痛い。まだ1回あるねこれね。お、青木さんテンパった。イースピンならかわせるかな。イースピン対6球満中田さんはこれで2万3万になりそうですね。4対3ですね。イースピン対6球満いい。これで3対3テンパどうする。チーピンは相当きついからチーマンゲームズのチーマン切るもあるし振り手になっちゃうけどね。6球満打ちづらいからねチーピン勝負するもある。チーマンは現物チーピンは勝負牌。ただ2人いるからねやっぱドラマ的のチーピンは相当厳しくは映ってると思う。まあそうですよね。ドラローピンここはローマン短期になりました。ローマン短期ローマン山に1枚残っていますけどね自分で切っちゃってるからね。ああそうか。ああ9万が減った。これで柴田が2枚青木が4枚浜野も1枚ある。あ青木3枚か失礼しました。これはギブかな。まさかあれチーピンが通った。柴田が1枚、うん、あそうかあんまりいない。すげえ吸収されてるんだね。そうですね。浜田さん粘れるかな。うわ無理だこれは。あ数層通ってる。来たテンパイは維持できそう。あローマン、ローマンの方順になった。浜野これは見落としですね。見落としに見えますが、だってスッチソもまた振り点だからね、はい、青木さんが打った数層をちゃんと打たなきゃダメです。はい、リーチ単野をドラ1 5200は5500の上がりになりました。柴田浜戸ここは見落としになってしまったか。ローマン補充になりました。ちょっとね、通りそうにも見えてきたんだけどね盤面的に、はい、ではなさそうには見えたんだろうけど、スッチソにする価値がなかったんでね今はね。はい、さあ柴田上がりきることができました。大きな5200親番を引き入れます。トンの3局柴田の親番ドラは3ピンです。浜のドラ受けはある形。ああ大きがドラドラついにベテラン2人が捉えましたよこれ。ああここでベテラン2人前に出ましたね。ベテラン2人ってまとめ方していいの確かにそこれ怒られるかもしれない、ね、木で言いますと柴田17木そして中田が21木ですね。浜野太陽34木青木翔子も34木の入会となっています、うん
中田は勝ち上がりの時にあの柴田さんと当たれるのをちょっと嬉しがってたような、うん、そんなコメントもありました、うん、柴田さんにチャレンジしてみたいと。さあ4回戦もトンの3局クライマックスが近づいています。リベンジ、あれ長谷さんどこで柴田さんとやったんだっけ最近。リベンジっていうと、いやリベンジっていう意味ではなくて、うん、あの単純にチャレンジしたい、あチャレンジ、チャレンジです、はい、リベンジとチャレンジはだいぶ違う、ね、そうですねほら僕あれなんですよ、はい、のデータクなんですけど16が、はい、あの佐々木方位とあのやるんで、あリベンジですね、それはリベンジチャンスいただいたんで、そうですね、いや大きいですね。すごい楽しみな対局がこの後ベスト16いろんなところで起こります。浜野が手が進んでドラ受けがある形、うん、まあ、E ピンが1枚切れている、 E ピン切りたいねこれはね、 E ピン切りたいですが、まあ、9万でもいいけど、そうですね、シャンテン戻しがいいと思いますねこれは。白を仕掛けた中田、いいシャンテン盤石ですね形は。あ、手が進む柴田、これも9万続き打ちして、さあ青木さんもドラドラだから仕掛け返したいとこだけど、テンパイを入れたのは中田、数値満、お、これでくっつき、まあウーマンでしょう、リペーコが残る3で、でもこいつ326ぐらいにはしたいもんね。数値満1枚ずつですね、山2枚残っています。柴田さんもこれでいいシャンテンだけど何打つ、 A はションパイ、急走1枚ぐらい、うわやめだ、はあ、まあね、C 番打たれた、 C 番がここで補充になりました。さあ中田の上がりは約2000点、浜野から捉えていきました。いや浜野さんも踏ん張りどころになってきたね、この親番は頑張りたいけど、そうですね、さあ勝負どころでしょうか、トンの4局ドラはペイです。浜野のハイパイはどうか、こちらです。うん、よくはない、むしろ苦しいか、ね、苦しいですね、自分でやるしかない手かな、うわこっちはいいよ、こっちはいいですね、チーマンもまた一段といいですね、第一つもで一気に引き締まる、通過ゴロチカ狙ってきた、もう3色見える中田、皆さんも初が統一か、あの上の3色とかゆっくりですか、いやいや急走でしょう、リャンマンちょっと残すんですね、これが朗報なのかどうか分かりませんが、はい、ドラのペイが4枚残っているんで、ペイペイペイと引く可能性も、ドラのペイ欲しい人今いる、はい、いやあの例えば浜野なんかがこう1枚浮かして持っている状態で重ねて勝負手みたいな展開も、そんな時間ないよ、青木さんもう6チッパーできちゃったよほぼ、今引いてきたのがパーソーか、うん、6チッパーですね、青木さんのその6チッパーのパーピンが3山よ、はい、それはさあ青木親番で上がれなかったあの3色、一応いいシャンテン、いいシャンテン、パーピン処理知っときたいけど、今なら大丈夫、来てる、青木来てる、広がっていく、あ中田さんもニャンシャンテンとはいえ合計残りほぼ確定、柴田はもうゆっくり、ここはチーピンと、むずいけど、むずいけど見た目の枚数ね、ニャンソ1枚切れ、痛くないね、痛くはないですか、ちゃんと来た、うん、いいシャンテン取りをどうするか、目いっぱい
リャンピン握りでしたね。完全インシャーテンの形。一層三層ターツ落としを見せていった浜野。嬉しくない牌だけど、それでも9万か3万かな。いや、つもりもあるのか。ここは3万切りになりました。頭のない形、まあね、青木さんのテーマは浮きをね、なんとか守って、はい、これぐらいの展望状況で最終戦に向かいたいっていうのが多分あるんで、この4回戦に関してはそこまで争点に寄ってないと思うんですけどね。さあ浜のいいシャンテン広くなります。きたーピンフ、きたーピンフはスーチーピン。スイスワンから吹いたか。これは中瀬さん勝ちそうだね。結構無理だもんね、他の人止まりそうな感じじゃん。チーピンは吸収できるか。スーチーピン山に4枚です。いいシャンテンまで来たけどだよね。けどですね、いいシャンテンよくはなっていくんですけどみたいな。リーチが打ちたいんだよね。そうですよね。柴田が動いた、ゆっくり本一でしたが、まあ、やることはやるよって感じですね。2枚目でしたね、初はね。これはそうね、外した。チーマン9万でね、外すあるよね。外すというか、メンツ壊して、そうですね。口っぱのイシャンテンにしますよね。こうすると、スイッチピンは止まらない。スーピン、これはいいピンと入れ替えるか。1と変えるね。さあ、1枚しのいだ。うおー、ドラ重ねたよ。柴田さんもいいシャンテン。おー、柴田が来るか。ハネマンのいいシャンテン。すっかり忘れていたペイが4枚、柴田のところ2枚来ました。うおー、いやー、テンパイ、サブロッソ、サブロッソ。これ中瀬さん止まんないよね、逆にね。え ?2 枚います、サブロッソ。こんな落ち着いちゃうの。サブロソ2枚、ね、2対3、打点が違いすぎる、打点が違いすぎる。あ、通知、あ、これ止まんない、スチピ止まる、止まんない、パーピン振れてんだもんね、無理だね。瞬間何か9万とか、おー、粘った、おー、止まった。浜野すごい、このファインプレーで何かが変わるか、何か変わるかも、何かが変わるかも。あー、ただここで泣くんだったら、9点じゃ無理だ、無理だ。ここはスーピンの方順になった。上がったのは中田、ピンフ先天、ただ柴田も痛い。サブロッソを思って入れてました、柴田。そこまで行ったらね、はい、すごいとこから追いつきましたからね。すごいところから1万2000の天敗。いやー、柴田大物手を天敗までは行きましたが、上がりまでは届かず。さあ、親番は青木翔子、何の一局に移ります。ドラ割りアンマンです。悪くはないけど、打点はちょっとつきづらいですか。さあ、柴田は白の統一、先ほどはゆっくりしてるなって見てたんですけど、気がつくと天敗、あわや大物手広柴田。さあ、スコアがこちらになっています。松山さんも浮きでは終わりたいですよね。そうですね、なんで結構今しびれてる最中だと思いますね。しびれてる最中そろそろ睾丸のアサシンの赤い部分が、顔が真っ赤になってくるか。柴田、ここはドラのない形、そして浜野、ここはドラドラになっています。一気通過にはなったけど、まだ遠いか。青木さん、カンロープ入れたね。ただちょっと方向性がね、サムロマンターツ払ってるから難しくなりそう、はい、これ柴田と浜野両方なんですけど、
そうなんですよね。これ白がさあここで柴田が白をポンしていきました。浜野役牌残すかと思いましたけど、ここはもう手牌が目いっぱいでしたね。一気通貫で。そうね。通本戦だけど一応6ブロックするもんね。ドラドラだからね。あ、青木さんチート値決めたよ。すごいよ。すごいですね。これもなかなかできそうでできないよ。すごいチーピン切り。シマスも形決めて。ああ浜野が一通で仕掛けだ。また中津さんがピンフのいいシャンテン。青木がパーソーをポンして、パーソーポン本一？え、いや違う、ね、トイトイチートイツにしたんだけど、はい、トイトイなら仕掛けようってことか。ああそういうことですか。うわ狙い通り急走重ねました。これ安全度ですね。9万いいピンの選択でした。縛ったカンだね。あ違うか、カンカンしますよね。さあ仕掛けている三者面前の中田全員仕掛けて、これで柴さん天敗ウッパーピン、パーピンが3山結構強い。合計4枚残ってます。ウッパーピン。さあ青木さんも時間がないけどね。そうね、メンツ割ってからのポンはちょっと間に合わない感あるな青木さんの仕掛けね。そうですね。いや浜野のリャンマンも山に1枚残っています。ドラのリャンマンを引ければ満貫クラス。急走のあんこ、ただここはつもぎり完全安排ですね。急走はハマノの手、ああ当たり入ってしまった。青木さんとこにあーパーピン捕まった。うわでもこういう数値ただポンが入るとパーピンなんだよね。ということでここは柴田の上がりになりました。白先天の上がり、白がまた一つ進んでいきます。結構うまい先天でしたよこれ。そうですね、柴田としてはここ極小化で十分ってことですもんね。浮いてこの3回戦、まあね、4回戦達成、はい、やっぱりギリギリのところにいるから、はい、先天上がるのもまあまあ嬉しいですよ。何の2局に進みます。中田の親番、ドラは白。またドラが1枚、他はちょっと苦しいか。浜野のところにもポツンと1枚、ペーがアンコになって地風、ね、さあ青木ペーのアンコ、ただ他の形が苦しい。親番の中田が一番早いように見えますが、柴田さんチート打つですかね。これドラ浮いてるっていうのもあるし、あそうですね、柴田のおお白が重なるドラ、これは嬉しいね。嬉しいですね。嬉しいけどちょっと形がね悪いから。柴田さんメンツできたけどまあね、だいぶドラ出ないでしょうね。柴田ドラを切らないためのチートイツって感じですもんね。そうね、さあ浜野、うーん嬉しい達じゃないけど一応連番切りですね。浜野の欲しいドラが山に1枚残っています。中田は単葉に進んで、これで単葉になりますね。急所チーピンとかは仕掛ける可能性ありますね。中田さんあこれはどうする、選択ペンチピン、ペンチマン払いますかね。チーピン急所すぎますよね。中田
特急所、うん、中田の欲しいチーピンは山に3枚残っていますが、柴田さんはチーピンを続々と紡いでいく。おっ、チーさん怒った。嬉しいね。嬉しいですね。さあ最終形に近づいている浜のイーシャンテン。まあ白以外の入り目は全部リーチでしょうね。おっ、広がった。これはめっぺでしょう。さあ変わらず白は山に1枚残っています。浜野が引けば大チャンス。中田スーチーピンの急所1つ軽くなりました。あ、白これはもう打たないでしょうねという選択ですね。戦況もあるし順目もあるしということで、浜の欲しい白が山からなくなりました。サブローマンもね、そんな簡単じゃないんだよね。サブローマン相当薄い。あ、本当だ、ローマンがない。3万がまだ2枚かな、一応山いるけど。そうですね、3万が2枚。缶チーピンもいいわけじゃないからね。そうですね、2枚2枚をたどれるか。上がりまでの道はまだ残っています。チーピンが2枚の3ピンが2枚、3万が2枚。3万ここに来た。柴田さんはもう受け、2枚切っている3万でしたが、ここは手に残していきました。お、広がったけど数ピンがちょっと増えた。じゃあ3万か。数ピン2枚増えましたね。2枚、はい、スーチーピンが4枚になって、3番がなくなった。これでサブローマンがなくなりました。ただ一応ウーマンの盾が1枚いるかな。あ、ウーマン盾変化ができれば、逆にでもスーチーピンから引いちゃうとサブローマンにするから上がりがない、はい。ウーマンの縦変化したときに、白とウーマンのシャンポン、ウーマンがやっぱりないですか。あ、違うか、ウーマンがアンコになるのか。そうそう、失礼しました。アンコになったパターンだけがあまりあるかな、はい、そうですね、ウーマンがアンコになるのか。もう順目がなくなってきた、はい、ダメか。いやー苦しいか。あとツモが1回。これは4人の汚点が見えてきたでしょうか。中田柴田はドラの白があまりにも苦しい。ウーマンを引いた。これで浜野の先輩も苦しくなった。スチーピン引くしかないね。どうやら全員の汚点の曲になりそう。見ないけどね。そうですね、この後柴田が積もって流曲です。封じ込まれましたね。さあ何曲、4人の汚点で流曲封じ込められました。さあ親番は何3曲、広柴田の親番になります。やっぱり前半戦と違ってベテランリードだとちょっと苦しくはなってきますよね、はいはい、追う方はね。やっぱりもうテレンテクだというか本当にうまく急所の牌を抑えながらすっと前に出てくるようなベテランの味を見せてきます、うん。この図式だと先行逃げ切りがやっぱり勝ちパターンの一つだよね。そうですね、こうなっていくと結構辛いんだよね。崩していくのが大変と、うん、さあ親番は柴田、ドラは初。シャーチャの青木にシャーが統一。一つ急所が埋まった柴田、三層その鎮逸ってことか。ああ、いい層で鎮逸ですか、なるほど。まあどうせ遠いけど
何もしないよりはマシってことですね。お給そもポンでした。給そもポン、まだ手配遠いですが、これは結構面白いですね。そのなぜなら、まあ、狙いは緻密なんですけど、はい、ドラが初の曲なんで、はい、周りに結構抑制かけられるんでね。特に柴田の打牌に制限がかかりますので、ね、はい、想像を切りづらいという状況。その中で柴田上がりに迎えるかどうか。柴田としても32,800点なので、まだちょっと欲しいですもんね。うん、あ、小さくて形はめちゃくちゃいい。いいですね、柴田。うん、こういう時しっかりなんかこう距離感を見切って上がり切ったりとかっていうのが柴田の怖いところ。うん、ただこれ想像2枚はちょっと打ちづらいと思います。行きづらい。でもね、柴田さんね、どっちか切るんだよな。行っちゃう。切るんだよな。そうなんですよね。この距離感をしっかりと見切って。ローマンキーってね、想像くっつきだと自分の上がりがね、なくなっちゃうからっていうのがありますよね。はい、そうなんですよね。まだ遠いでしょうみたいな、ぴったりはまってるんですよ、それが。柴田は想像の上で勝負か。チーソーが1枚浮いている。いや、満足月が勝負ルートの本線だと思いますよ、うんうんうん、そっちだったら上がりが強く、うん、見れそうか、来た、リーチまで、これはリーチですかね。まあだけどチーソーを置いて縦置きからの上積みはあると思いますね。なるほど、強く打ってるけど、まあスッチマがちょっと場に薄いのか、3枚切れてる状況ですね。なんで拾えれば拾うで2000は2300十分嬉しいってことですね、はい、これはね、うんうんうん、ただ青木さんも黙ってないよ。中津さんか、中津さん何バックいいじゃんって。スッチマン山に3枚残っています。いや、ドラカちょっと嬉しくないけど、スッてね、チンステンパイ入ってくれた方が嬉しかったかもしれないけど、ね、サインになっちゃうからね、ドラが余ると。さあ山に3枚スッチマン、ドラの初は山2枚残っています。うん、青木さんのところに数万が来た。テンパイは取らずでしたね、青木さんね。この辺はちゃんとやることやろうっていうのが見えますね。今回はシャーのポンのドラ短期は取ると思いますけど、チーソーも行ったね。あ、テンパイ、あ、ただ関数層テンパイ入った、ドラが余った。さあ関数層のテンパイを浜野が入れています。陳一のテンパイ、中瀬さんもね、いいっすよ。何の肩上がりだけテンパ入ってて、うわ、スーソー来たよ。うわ、やばない、やばない、やばいか。まあ、ただドラ余ったからね、柴田さんだからね、まあまあ大丈夫だと思うんだよな。いや、スッチマンよく見えんのか。ウーマンが自分の目から4枚見えてるスッチマンか、めっちゃいいわ。いやー、スーソー勝負だ。浜野が捉えた。あ、なんていうことが。陳一、8000は8300。浜野さんにとって大きいですね、これは。大きい上がりになった浜野対応。遠くからに見えた仕掛け、しっかり仕掛けていって関数層打ち取りました。いやー、4回戦オーラスを迎えます。親番は浜野対応。先ほど大きな大きな陳一8000点の上がりを決めました。そして大きな大きな上がりを決めた後はドラドラが来るという法則。ドラは数ピン、浜野に統一。さあ柴田の手配が映っていますが、親番は浜野です。親番浜野対応、シャーからの切り出しになりました。ドラドラの手配、続いて青木、そして中田、中田初が統一。んチートイツのイーシャンリアシャンテンか。いや、浜野いいですよこれ。ドラドラ単ヤオでまとめきれるかどうか。さん動いてきそうだな。柴田さんはちょっと悪いけど、なんとかチートイツで頑張るしかない。そうですね。いや、浜野さん一般両面立つできた。これはもう 5でしょう。仕掛けも込みで。逆転したとはいえね、今まだラス目12点がね、落ちることないんで、この上はね、はい、頑張ると思いますね、浜野さんはね。うわ、引いたよ。おお、パーソリャンマンもあるな。リャンマンからドラ1枚打って3色の6チッパなどもあるか。ありえるね、十分だね。
柴田さんピンズ寄ってきた。なんとかなるかもしれない。さあ青木、役牌の難が統一、なんちゃです。ダブナン。青木さんはね、もう現実的なラインまで来てるんですよね。だからこのまま終わって最終戦20ポイント強でやれれば全然御の字と思って今オーラスを迎えてると思いますね。まあ、チャンスがあればね、トップまで、はい、行きたいんですけど、 5-2 ぐらいの加点でいいんで。ここで3色は見切っていった浜のパーソギになりました。この曲もドラが来ればゴーサインとかはあるかもしれないけど、青木ですね。うん、3品を浮かせてドラの受け入れは万端。あ、重なった。来たー、ピンが来た。来たけどパーソ来たとか。月をどうしますか。3品でしょこれは。こうしたならね、はい、2万切ってるとはいえくっつきに構えます。これは数万と数層のくっつきの形です。浜のいいシャンテン、親番のドラドラ決められるか。吐く。すごい伸びた。リアンシャンテンまで来てる。あ、青木が難を仕掛けてダブナンを泣いていった。一応2600直撃できればトップなんで、はい、これも行きましたね。ダブなんなら続いて初を仕掛けた中田。ただ中田さんも形が急に場のスピードが上がって、柴田がいいシャンテン、ペイと3品のくっつき、メンホンいいシャンテン、柴田急に場が煮詰まった。急に煮詰まった。いいシャンテン、全員シャンテン、目いっぱい。青木も3品、あーそれを泣いていいシャンテン中田。これで全員シャンテンか。全員シャンテン来た。来てない。いや来てないけど、これは仕掛けの精査ですね。何ならなくっていうのを今決めた間だと思います。さあ天野さんもちょっと無駄相撲続いてる。パーマン、あ、テンパイだよ。パーマン関数マン取らないんですか。あ、前順パーマン切ってたね。その前か。あ、そっか。今はパーマン取ってもよかったよね。そうですね、今度はお帰りしたパーマンだから、はい、3ピン切ったんだよね。3ピン切った時にチーマンが来てるから、はい、スーピンドラ。浜の内定短期もあるかどうか。ああ、いや打たないですね。3ピン切ってるんですが、こらえた。あれだけど振り点の方残しましたね。きた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 。じゃあ待ち選択だ。シャンポンね。ウーピン、イーピンとパーピン、イーピンが狙い目ってことね。いやだってこれ名本だから8000だよ。これ誰が打つかデダブか。あ、これ使える。ダーツ切り替える。3万かな。 E ピンパーピー3枚ありますよ。E ピン2枚、しかも E ピン無造作に打たれてもおかしくない。青木さんも中津さんに打つ分にはまだマシと思ってるはず。2000点なら3ピンもう場にノーチャンスです。ということでマンズが選ばれた。まあでも3ピンノーチャンスなのに E ピン出てないのおかしいか。これ中津さんも止まんないんじゃないの。止まらなさそうに見えます。うわ、シャンポンだけどもうテンパイ取るしかないよこれ。相当嫌だけど。置いた、縦置き。数万数ピンシャンポン。数万、あ、テンパイ。え、これどうする。カンウーピン、カンウーピンだね。わかんない、ドラ短期もあるけど9万だね。上がりを見るならカンウーピンか。カンウーピンとテンパイ。え、ただ千二千は引いてもトップにはならない。青木さん缶ウーピン1枚いる。ただ柴田3枚。え、何これ、急に激アツ。全員テンパイ激アツですね。ここがドラドラの77、ここは缶ウーピンの39。そうズワまだ打てる。打ちずれーけど頑張る。あ、ここが、あ、テンパイ入った。ここでテンパイか。ここで数値層の2000点。そしてここが E ピンとウーピンのシャンポン。E ピンだー、つも上がった。いや、だってこれ3個だよ、引くと。あ、3000、6000のつも上がり。一気にトップ。メンホンつも2着まで。3万個。でかすぎるでしょ。あまりにも大きい。柴田沈みから一気にトップまでですか、これ。2着。あ、2着です。ごめんなさい。100点足らず。100点足らずということでした。さあ4回戦はトップから中田かな、2着に広柴田、3着に青木翔子、そして4着浜野太陽という並びで終了しました。続いては最終5回戦です。